これはソコホリョスです。これは900リョスです。今日は日本時間1月31日です。ついた日なきとによりますと、竹豊火力爆発してすごい落とした竹豊火力発電所ジェラ竹豊ついた爆音の大佐ハートを崩壊で返したい男による爆発配置。竹豊のジェラ竹豊火力発電所で爆発事故。31日午後3時上部過ぎ、竹豊町ニュークのジェラ竹豊火力発電所が爆発。爆発したの地上13階部分にある棟内施設。みんな竹豊か爆発って思ったよな。当地の市民によりますと、愛知県竹豊町知多半島に位置するジェラ竹豊火力発電所でポイな施設が爆発したようです。発電所からこの煙が上がっており、消防隊が消火活動中です。当時の警察によりますと、愛知県竹豊町にある竹豊火力発電所で今日午後火災を発生した。今まで複数箇所で煙が上がっています。怪我人や逃げ遅れた人の情報がありません。竹豊火力発電所がこのことについて今まで返事しないでした。竹豊火力発電所についてインターネットにより重要港湾であるケヌウナ港の西岸に位置する同港の対岸に碧南火力発電所が立地している。中部電力により1966年昭和41年に1号機が運転を開始、4号機までが建設された。